皆さんこんばんは。枚方市長の伏見隆です。本日は大変暑い中、また遅い時間にかかわらずたくさんの方々にお集まりいただきありがとうございます。セミナーの開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。皆さんの中には災害に遭われた方がいらっしゃるかもしれませんが、6月18日に発生しました大阪北部地震では、枚方市において大阪府内観測史上初となる震度6弱を観測いたしました。続いて発生した7月初旬の豪雨の影響もあり、市内でも多くの被害が出ており、市一丸となって一日も早い市民生活の復旧に向けて全力で災害対応に取り組んできたところです。そこで皆さんにお尋ねしますが、今の時代、市役所職員にはどのような資質が求められると思いますか？私はどんな場面においても冷静に物事を判断し、柔軟な発想と適切な判断力で対応すること、また誰かの指示を待つのではなく自ら考え行動することが必要であると考えています。この度の災害においても臨機応変な対応が求められ、一人一人が今何をすべきか自ら考え行動することの重要性を改めて認識する機会になりました。私は常に問題意識を持ち、前例踏襲ではなく自らのアイデアをどんどん提案し、失敗を恐れずチャレンジする職員、物事を常に前向きに捉えることができるポジティブな人材を求めています。そういった人材がこれからの枚方市役所を支え、今後の枚方市を発展させていく原動力になると思います。また枚方市は若い職員の発想や意見をとても大事にする市役所です。そのような風土気質が脈々と受け継がれていると感じております。現在重点的に取り組んでいる定住促進人口誘導の取り組みや、枚方市駅周辺の再整備、保育所の待機児童対策を担う部署にも若い職員を積極的に登用しているところです。本日は実際に市で活躍する職員の生の声をお届けするプログラムを用意していますので、ぜひ枚方市役所の風土肌で感じていただきたいと思います。それでは最後になりますが、来年の春、市民の大切な暮らしを支える強い責任感とやる気に満ちた皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています。豊かで誇りある町枚方の実現に向け、皆さんと一緒に仕事ができることをご期待申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。